ジン、草薙役の柿原哲也でございます。お疲れ様でした。ははは。8年もやってんだぜ。そうですね。家庭用ストーリーモードということで、演出させていただいたんですけど、今回。まぁ、ちょっとこの前に杉田さんがね、ちょっといろいろあったと思うんですけど、まぁ、それは置いといてですね。すごい楽しかったです。今回僕、多分、プレイステーションこれ3?そして、Xbox360 で、このゲームが出るということなんですけれども、多分僕は Xbox も、PlayStation 3も、この段階では多分初めて、出演させていただいていると思うんですね。今まで PlayStation 3とかのゲームね、まだね、出てないので、ちょっとすごい光栄に思っています。なんか、ね、そういう理由で、出させていただけてるということは。うん、あと僕あれなんですよ。すごい格闘ゲームっていうのが前から好きだったんですけども、特に小学校、中学校くらいの時ですね。まだ時代は、そう、2D の世界。あの当時のね、格闘ゲームはもう本当大好きで、なんでもう自分がこういう声をやらさせていただけるというのは本当に光栄に思っております。あとまあ、いいや。これは後で。これは、クリアした方々が聞いていると思うんですが、そう、杉田さんもね、たま、あれだよ、あれ、ほら、みんなわかるだろ、あれ。なんかね、動いてるものに、ほら、声とかなんか、声ちょっとりしてるとかって言った。あれっていうのはアニメです、はい。ここで言っとかないとね、僕、柿原哲也、杉田とんかつはですね、アニメ化を希望しております。なんで、ぜひ、このお客様がですね、皆様がユーザーの方々が、このブレイブルーをですね、応援してくださって、そして、スタッフの皆様をどんどんこう、宣伝とかね、宣伝活動をですね、広げてくれれば、アニメ化なんかに繋がったりなんかするんじゃないのかなと思っていますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。ほんとね、ジンとか、アニメの動いている絵とか見たい。そして、白面はね、もう、アニメ版でもちょっと声やりたい。ね、結構ね、最初の方で白面誰がやってるのかっていうのを気づかないっていう人が多かったので、ちょっとそれはそれで僕嬉しかったんですけれども、こういった役をですね、役幅、これからもやっていきたいなと思いますので、皆さんのお力添えでは本当にアニメ化につながると思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。決め台詞をね、こう、どうだなぁ、じゃあ、ジンで、兄貴の杉田さん。杉田さん、もっともっと楽しもうよ、パパ。なんか今のじゃダメだっていうことなんで、じゃあなんだろう、どうしよう。あ、もうやっぱね、僕はほんとブレイブルーには、これに繋がってほしいなと思いますんで。杉田さん、一緒にアニメ化を希望しようよ。はい、というわけでですね、あのキャラクターが、僕のノーマルバージョンではありません。そして、先ほどですね、意外にも、いろんな役をね、ああいうすごいハイテンションの役もやりーの、白面をですね、やりーのとか、皆さんの心にちょっと残せるものがあればいいなと思っておりますけれども。まあ、皆さん、どうぞ、これからも、ブレイブルー、よろしくお願いしたいなと思いますし、お友達もどんどん進めてもらえればなと思います。というわけで、これからもよろしくお願いします。以上、柿原でした。